藤沢市藤沢市は神奈川県の湘南地方に位置する市。湘南地域の中では最大の人口を有し、相模湾に接する。藤沢市中心部周辺の空中写真。地域最南部に江ノ島。1988年撮影の23枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。 住宅、観光、産業、文京都市、景観行政団体。全国的に有名な江の島、片瀬、釘沼、辻堂海岸を有志観光都市としての性格も、合わせ持つ湘南の中心都市。1940年市政施行。保健所政令市に指定されており、人口は政令指定都市である横浜、川崎、相模原の各市に次県内4位である。 全国の市では39位。藤沢市内の駅では、JR、私鉄、地下鉄、モノレールの駅が存在し、比較的交通の利便性が高いことから、東京、横浜の通勤、通学圏として発展し、湘南海岸の温暖かつ穏やかな気候を求める、人々やサーフィンなど、マリンスポーツ愛好者など、良好な自然、銃、教育環境を求める人等により、 第二次世界大戦前より人口が増加し続けている。江戸時代には、鎌倉仏教の一つである自修僧本山である、清上皇寺の門前町として、東海道の6番目の宿場町、藤沢宿、また江ノ島参りの足場として栄え、その姿は、歌川広重の東海道53時にも描かれている。明治時代第二次世界大戦の間、気候も温暖であることから、 南部の釘沼、片瀬地区は、明治時代中期より、日本初の計画別荘地として開発され、大正期以降、皇族や政治家、数多くの学者や文化人などが今日構えたことで、別荘地、保養地、秘書地として発達し、芥川龍之介、武者の工事寂圧、岸田龍盛ら多くの文化人の創作活動の場となった。第二次世界大戦時は、感染。 地上基地のレーダー技術者要請として海軍電速学校が市内に開かれた。また、航空用電波兵器、工学兵器整備訓練教育を実施する藤沢海軍航空隊が開け隊され、藤沢空と電速学校の連携を図った。第二次世界大戦後は東京のベッドタウン化が進み人口が急増すると、ともに JR、小田急、 江ノ電の三つの鉄道が集まる藤沢駅を中心に商業施設が集積している。また、慶応義塾大学をはじめ、湘南高科大学、多摩大学、日本大学を有する文教都市でもある。市民の自主的な文化活動も活発で、1951年には藤沢支店が発足し、1973年には全国初の市民オペラ、 藤沢市民オペラが開催され、今日まで続いている。さらに1992年から藤沢オペラコンクールもスタートし、若手オペラ歌手の登竜門に位置づけられるようになった。一方で、市内には博物館、美術館を名乗る施設こそないものの、収集品展示施設としては1974年開設の藤沢市文書館や湘南大文化センター子ども館、 2016年開設の藤沢浮世絵館があり、博物館の性質が強い施設としては、県営の交通展示館、民営のイ子ズプラザが挙げられる。市の南部に位置する久鍵沼海岸は、古くより海水浴場が開かれ、現在は、片瀬西浜、久鍵沼海水浴場として、年間来客数300万人を超す日本一の海水浴場として知られ、日本におけるサーフィン。 ビーチバレー発祥の地である。片瀬東浜海水浴場は、明治初期から外国人による海水浴が行われた伝統を持つ。また、江ノ島は、源のよりとも祈願により祀られた江ノ島別在店の三景地としてにぎわい、1964年開催の東京オリンピックでは、ヨット競技会場に選ばれ、また、2020年開催の東京オリンピックでも、 セーリング競技の開催地に選ばれた。現在でも、夏季や初詣時期以外においても年間を通じ約1200万人もの観光客を集める湘南随一の観光地である。市の海岸部は、ヨット、サーフィン、ボードセーリング、ビーチバレー等マリンスポーツ、海水浴、釣り、ビーチコーミング、新江ノ島水族館等の一大マリンリゾート地であり、 アメリカフロリダ州マイアミビーチ市と姉妹都市となっていることから東洋のマイアミビーチとたびたび称される。市北部は湘南台を中心とした地域である。湘南台駅が小田急、相鉄、横浜市営地下鉄、計算路線が接続しており、その利便性から乗り換え駅として、また、慶応義塾大学湘南藤沢キャンパスの玄関口として発展している。 また、いすず自動車をはじめとする大規模製造工場と関連工場がある。ちなみに、藤沢市の工業は製造品出荷額等において、神奈川県下では横浜市、川崎市に次ぐ第3位である。一方南部 JR 東海道線沿線に進出していた関東特殊成功や武田薬品工業3月など撤退があった。このため、産業、 工業都市としての最高政策を積極的に行い、関東特殊成功跡地は、辻堂駅前という立地条件を活かしてお整備する、湘南 CX プロジェクトなどの新工策を開始し、武田薬品工業の自社工場跡地は2018年4月に、湘南ヘルスイノベーションパークとなった。また、2009年までに撤退が完了している。 辻堂元町のパナソニック関連工場跡地では太陽光発電や家庭用蓄電池などを大規模に配備した新しい町を作る藤沢サスティナブルスマートタウン構想が発表され2014年に町開きを迎えた神奈川県のほぼ中央南に所在し相模湾に面している旧東海道より南側は湘南砂丘地帯と呼ばれる海岸平野で北側は 相模や大地及び高座丘陵となっているが境川及び引地川からの起伏は大きくない。南東部は片瀬山と呼ばれる三浦丘陵の生端部となり、その一部は孤立して江ノ島となる。江ノ島は市の最南部。 高座群1、藤沢大阪町2、久下沼村3、明治村8、小出村9、五所県村22、渋谷村23.6階村鎌倉群12、川口村14、村岡村20、藤沢大府町昭和初期の湯行寺橋奥に、成城三寺三門、右奥の白い建物は、神奈川県農工銀行藤沢支店藤沢駅、南口再開発後の辻堂駅北口藤沢市では、 一部の区域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。住居表示実施前の町名当欄で河川がある。町名はその全部、それ以外はその一部である。メルシャン藤沢工場中世において藤沢での酒造りは廃れていたが、対象年間以降は種類生産地としての側面を持つ。 1919年に創業した大日本醸造は一体で収穫されるさつまいもや雑穀を原料に鈴木梅太郎が発明した合成製酒新進を藤沢工場で量産開始販売した。やがて他社製品を含め大量生産されるようになった合成製酒は日本中に広まった。1961年に大和醸造は山岳酒造に吸収、後に キリン HD 子会社のメルシャンとなり、国内総生産量日本一のワイン、製造拠点として稼働中である。また、南藤沢の OK ストア藤沢店が立つ敷地には、かつて存在した酒造メーカー、東京醸造株式会社の工場があった。藤沢上流所で製造された、トミーモルトウィスキーは、 日本国内の本格的モルトウイスキーとしては1929年発売のサントリー白札に次ぎ1937年に発売された。戦後、東京醸造は倒産したものの、藤沢工場はことぶきや、次に森永醸造へと渡り、製造は1960年代後半に閉鎖されるまで続いた。江ノ島のサムエルコッキング園内。 マイアミビーチ広場に立つアールデコ町のモニュメント。マイアミビーチエリアの文字盤下部の箱には、マイアミビーチ市から送られた有効の鍵が収められている。藤沢市図書館全体としては、録音、映像資料貸し出し、貸し出し返却システムの導入、障害を持つ利用者への対応など、進歩的な取り組みが見られる。しかし、南市民図書館の施設は、 旧中央図書館時代から使用されている老朽化が著しくバリアフリー設備も不十分のため隣接する藤沢市民会館を含めた複合施設への建て替え移転が検討されている民間施設廃止された施設は藤沢市のスポーツを参照市営一部の公園付帯施設は省略詳細はスポーツ施設と事業を参照このほか。 多くの公民館に200人程度のホール兼用体育室が備わる。県営藤沢駅周辺辻堂駅北口にある大型商業施設テラスモール湘南湘南台駅周辺藤沢市の鉄道路線は地域南部を東西に JR 線、地域東部を南北に江ノ島線、そして湘南モノレールが地域南東部の片瀬地区を通過している。藤沢駅は 市役所東行政施設の最寄り駅であり、市の中心となる駅である。JR 線、小田急線、江ノ島電鉄線の乗り入れがある。辻堂駅は南西部の交通拠点駅であり、2000年代から道駅北口にあった関東特殊成功跡地を湘南 CX として再開発された。湘南台駅は小田急、相鉄、 横浜市営地下鉄の3つの鉄道事業者が乗り入れ、北部の交通結節点となっている。と、ブルーライン延伸以来、利用者が延伸前年、1998年の約5万人から2002年には約10万人と倍増した、藤沢市北部を運行するツインライナー。ドイツ製のメルセデスベンツ、ネオプランの車両が運行されている。市内主要駅を中心に、 複数事業者によるネットワークが形成されるほか、地域によってはバスを保管する乗り合いたくしーの運行が見られる。また、2005年に神奈川県内所ツインライナーの運行が開始された。これは、1999年に湘南大駅へ相鉄泉谷線と横浜市へ地下鉄が延伸以降、バス路線が慢性的な輸送力不足となり、 この問題を解決するために導入されたものである。2018年には、辻堂駅北口、湘南ライフタウン、慶応大学間でも運行が開始された、を強化している。その他、藤沢駅、辻堂駅から、空港リムジンバス、高速バスが発着する。路線系統の詳細は、各営業所の項を、駅前乗り場の詳細は、鉄道各駅バス路線の項を参照。 1997年にスタートした藤沢市独自の政策で住民の要望を市が集約し、事業者とも協議し、新規路線開発を提案する制度。同年開始したオムニバスタウン制度対象ではない。自治体が主体となって運行するコミュニティバスとは異なり、運行は事業者に一任され、市は路線や運行ダイヤの要望など、 住民側の意見を取りまとめる役となるほか、バス購入費の補助もを行う。営業不振の場合、市を通して市民に利用を呼びかけるフォローが行われ、新規路線として再編成された例もある。以下に、本制度により開設された路線を挙げる。は、カンナ中、は、江ノ電バス運行路線。高速道路、有料道路また、過去には、湘南港を発着する。 大型船舶の定期海上航路が存在した。江ノ島湘南や江ノ島が全国的に有名である。海岸戦争いの国道134号は、とりわけ休日において渋滞が目立つ。晴れた日の片瀬、釘沼、辻堂海岸からの眺望は素晴らしく、東から西に、城ヶ島、三浦半島、江ノ島、伊豆大島、豊島、伊豆半島、江防士岸、箱根、 富士山、湘南平、丹沢、大山が一望できる。また、三浦半島、江ノ島から登る朝日、箱根、富士山に沈む夕日も、美しいことで有名である。自主総本山、成城三寺市内に存在するスポーツ施設については、運動施設及び、藤沢市のスポーツを参照。有名選手については、出身人物、ゆかりの人物を参照。 中期がないものは連載終了した作品である。藤沢市における映像制作支援制度については、湘南藤沢フィルムコミッションの項を参照。神奈川県のご当地ソング一覧も合わせ、参照藤沢が舞台、または描かれた歌藤沢市は、湘南ナンバーを割り当てられている。厚木飛行場を離着陸する軍用機の飛行経路に位置し、騒音が、 特に激しい地域に対しては、環境整備法に基づき住宅防音工事及び、空調用光熱費の助成対象地域に指定されている。おおむね藤沢バイパスより、北側の引き近わい生に限られていたが、2006年の基準見直しにより、WECPNL75 以上の地域も追加となり、海岸線に至る広範囲において、 家屋竣工時期などの諸条件を満たした家屋で申請可能となった。1988年、湘南ライフタウン区域内の茅ヶ崎市民が藤沢市への編入を求める住民運動が発生した。茅ヶ崎市からの教育事務委託という形で、小学生の越境通学が認められた例のように、該当する地域に対し教育面で不利が生じないよう措置され、 一応の解決を見た。思考式マスコットとして2009年市長をモチーフとした川瀬くんが登場し市の観光物で多用された。その後、命名募集コンテストなどを経て富士君んが2015年に登場。交代の経緯は不明。他に選挙投票率向上キャンペーンに登場する恐怖都市がいる。ありがとうございます。